正直言うと、昨日出した動画、あれは完全にミス。俺がまあ収益オンにさせてもらう理由を、まあ理由ってか言い訳だよね。それをまあダラダラ喋りすぎた。で、自分を守るかのような発言ばっかだった。まあ、正直ミスった。その時はそれが正しい行動だと思ってやっちゃったんだけど、第三者の目線で俺も自分の動画見て、まあこれは多分視聴者からすると、こいつ言い訳ばっかだな。まあそれはまあなると思う。で、まあ結構たくさんアンチのコメントをもらって、まあアンチ受け入れますって言ったけど、まあいざそうやってアンチのコメントされると、まあ結構やっぱり反応しちゃう自分がいて、まあみんなには人の目気にすんなとか、まあそういうことを俺よく言ってるけど、まあいざやっぱり個人的な攻撃を受けると、結構落ち込んじゃったんだね。自分が思ってたより。で、まあ今回俺こういうミスを犯して、まあ正直自分の中でやばいどうしようどうしようとかって 思ってたりもしたんだけど、多分みんなもこういう場面に置かれることって今後あると思うんだよね。なんかやらかしちゃって信頼を失うとか、それじゃなくてもやっぱり悲しい出来事とか、誰かが亡くなっちゃうとか、アスリートだったら大怪我してサッカーできなくなっちゃうとか、まあ、結構いろんな場面でメンタルが崩れる可能性がある時って必ずあると思うんだよ。で、まあそういう時にメンタルを立て直す方法というか、まあ、メンタルを安定させる方法について喋っていきたいと思う。で、まず最初ね、テストステロンを上げる。これはマジで即効性がある。俺もすごいモヤモヤしてて2時間ぐらいずっとコメント欄張り付いて、嫌なコメント来ないかなみたいな感じで不安に思いながらずっとコメント欄張り付いて、そんなことしないでやっぱり体動かした方がいいんだよね。で、テストステロン上げるとやっぱりストレス解消だったり不安の解消だったり、頭がクリアになるっていう、まあ、作用があるから、俺もあ、こんなんやってる場合じゃないわっつって、まあ、筋トレしに行ったんだよ。もう筋トレして限界まで追い込んで、全然違うね、終わった後のフィーリング。テストステロン上がってる状態だから、あれ何に悩んでたんだっけみたいなぐらいの感覚だった、その時には。もうテストステロンを一発で上げる方法は、まあ、筋トレか坂道ダッシュ。とりあえずまあ自分の息を上げる。全力を出す。で、その次ね、ジャーナル。やっぱり頭の中に不安の要素をあれこれ並べるのって良くないんだよね。やっぱ書き出した方がいい。なんで不安に感じるのか。なんでそう思ってるのか。やっぱり全部もう、なんでで突き止めると、まあ、その理由が出てくるわけよ。で、結局俺だったら、まあ、みんなの信頼を失ってしまったかもしれない。っていうのが一番の不安だったわけね。これでコース売れなくなったらどうしようとか、これで今後の YouTube 生活に影響出たらどうしようとか、まあそういうのが俺の一番の不安だったわけよ。で、そしたらその不安がはっきりと出てきたら、それに対して、じゃあそれはコントロールできることなのかできないことなのかを考える。で、今回の俺の場合だったらもうコントロールできないわけよ。もうやってしまったミスだから。収益化オフにしますって言って、やっぱりオンにします。その言い訳をダラダラ言った。これはもう完全に俺のミスなわけよ。アウトなんだね。で、そのミスを正そうとしても、もうできる行動はほぼないんだよね。自分から離れていく人たちを、ああ、待って待って待って、頼む頼むって言ったところで、もう終わってしまったものは終わったものなんだね。だからそれに対して悩んでも、マジで意味がないんだよ。だから今回の場合は俺はコントロールできないことだった。だから、じゃあそれに悩んでも仕方ないよね。次に進もうって。どうせ1ヶ月後には、その時点で残ってる視聴者たちは、もうそこまで気にしないから。じゃ、だったら、もう切り替えようって。で、今回このミスを学んで、もう次、同じことを繰り返さないってこと。心に決めて、あとはもう動画出していくだけよ。忘れて。それが一番の方法。英語で、it is what it is っていう言葉があるんだけど、終わってしまったことはもう仕方ないって話。そこに対して悩んでもしゃあない。次に進もうっていう。まあでも、ジャーナルでそこを突き止めてほしい。やっぱり、言語化することが何よりも大事。頭の中でなんとなく放っておくと、やっぱりゴミが溜まっていくわけよ。不安っていうゴミ。そう、だからジャーナル、あ、もう間違いないと思う。すごく効果あると思う。で、その次に、散歩だね。やっぱり家でじっとしてると、そのことについて考えちゃうんだよね。どうしても。だからやっぱり外の空気吸いに行った方がいい。ストレス解消にもなるし、歩きながらの方が、やっぱりじっくりと、そのことに対して整理できるし、まあ、散歩はすごい俺、効果あると思う。で、もちろん散歩行くときは携帯の電源切って、で、自分の思考と自分だけの時間を作ってほしい。で、瞑想しようとする人もいると思うんだけど、瞑想はあんまりしない方がいい。瞑想なんかできないから、その不安な時って。だから不安とかモヤモヤ抱えてるときは、もう絶対外の空気吸って歩いた方がいい。気持ちが落ち着くまで歩いた方がいい。で、最後に呼吸ね。で、こういう不安な時とかモヤモヤの時って、
どうしても呼吸が乱れるわけよ。浅くなるわけよ。で、俺がやってる呼吸のテクニックは、思いっきり吸う。で、吐くんだけど、息が全部出し切れるまで吐き続ける。でも出せないところまで息吐き続けたら、また、で、繰り返す。これを何回も繰り返す。うん。2、3分。そうすると、呼吸がめっちゃ深くなって、落ち着くから。で、呼吸が落ち着くと、メンタルも落ち着く。なんでかっていうと、呼吸が乱れてる状態って体が緊張してるわけよ。体がガチガチになってるわけよ。だから、ここら辺が引き締まって、呼吸が浅くなるわけね。だからここをリラックスさせてあげれれば、全身が落ち着く。そしたらやっぱり頭も落ち着く。で、頭落ち着けば、メンタルも落ち着くでしょ。うん。だから体と頭繋がってるから、これもすごく効果的。で、最後に、やってはいけないことね。でもみんなわかると思う。現実逃避。うん。じゃあこうやって悲しいことがあったとか、やらかしたことがあったとか、メンタルが崩れるようなことが起きた時とか、多分、みんながやってしまいがちな行動は、瞬間の快楽に逃げることなんだね。忘れれるから、その瞬間は。で、酒を飲んだり、オナニーしたり、ジャンクフード食ったり。まあ、こういう現実逃避があるよね。でも、これやっちゃうと、結局、その瞬間は忘れれるかもしれないけど、戻ってくるんだよね、必ず。それは次の日の朝だったり、その瞬間の快楽が終わった後だったり。下手したら倍になって、のしかかってくる。だから、現実逃避はしてはいけない。やっぱり自分がなんでそう感じてるのかをしっかり整理して、向き合わなきゃいけないんだよね、どうしても。で、向き合って、自分なりの答え出して、やることはっきりさせれば乗り越えれる。切り替えれる。で、この切り替えの作業から逃げちゃうと、お前はいつまでも抱え続けることになる、その不安定な状態を。うん。で、人間は不安定な状態だったら、正常に働けないから、やることできなくなるから、うん。メンタルヘルスが全てよ。これが崩れちゃうと、お前やるべきことできないし、さらに現実逃避に走るようになる。セルフイメージ下がって。だからやめた方がいい。瞬間の快楽に逃げること。あとは、悲しい音楽を聴くことね。で、アファメーションの重要性を知ってる人は、まあ、なんとなくわかるかもしんないけど、悲しい音楽を聴くことって、自分は悲しいよって言い聞かせてるようなもんなんだよ。それに共感して、それにのめり込んだら、さらに悲しくなるんだね。悲しい音楽なんか聴いちゃうと。うん、俺も普段から悲しい曲は絶対聴かない。で、なんで失恋ソングとかがあんなにヒットするかっていうと、悲しい奴らが何回も何回も何回も繰り返して聴くからなんだね。結構依存しやすいんだね、悲しい曲って。うん、共感してもらえる感じがするから。だけどそれにのめり込んじゃうとやっぱり自分をそういう風にプログラムしてるだけだから、さらにそういう気分になっちゃう。うん。悲しい曲は絶対聴かない。そんな感じかな。まあ参考になればと思います。ってことで、きつい時こそやらなきゃいけないことやろうぜ。じゃあ。あと完全に忘れてた。部屋の掃除。うん、メンタルが崩れてる時って大体部屋汚くなってるから。心を整えたかったら、まずは部屋を整えるところから。ってことで。